60代、70代以上の方や運動初心者の方でも簡単に行えます。そしてお腹、お尻、背中も全体的に細くなっていきますので、一緒にやっていきましょう。種類の体操を10回ずつ行っていきますので、一緒にやっていきましょう。万歳をしていきましょう。ではいきます。せーの、スタート。はい、1、2、ちょっと伸ばして、3、4、5、6、7、しっかり息を吐きましょう。8、9、はい、ラスト10、 OK です。両手を斜め方向にバンザイして伸ばしていきましょう。それではいきます。せーの、スタート。はい、1、2、3、しっかりと伸ばしてください。4、5、6、7、8、9、はい、ラスト10、 OK です。次は体をひねって腕を伸ばしていきます。左右10回ずつ行っていきますね。まず右からいきます。ではいきます。せーの、スタート。はい、1、2、3、呼吸を止めないでしっかりと吐きましょう。4、5、しっかりとねじって6、7、8、9、はい、高い、10、 OK です。それでは反対の左側に行きましょう。では行きます。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、6、はい、頑張って伸ばして、7、8、9、はい、ラスト10、 OK です。足を前に出して踏ん張りながら同時にバンザイを行っていきます。それでは行きますよ。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、6、しっかりと腕を伸ばして7、8、9、はい、ラスト10、 OK。 はい、では一通り体は動かせましたか。ではここから5種目連続で10回ずつ行ってみましょう。途中できついと思った方は無理しなくても大丈夫ですので、行える範囲で行っていきましょう。それではいきますよ。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 じゃあ次は斜めに行きましょう。では行きますよ。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、腕を伸ばして5、6、
7、8、9、出そう。10。次は斜めに伸ばしていきましょう。いきますよ。はい、せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、伸ばして6、7、8、9、10。はい、次反対いきますよ。はい、せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では次で最後です。ではいきます。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、これで最後です。頑張って。6、7、8、9、はい、どうぞ。10、 OK です。それではいきますよ。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 じゃあ次は斜めに行きましょう。で、いきますよ。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、腕を伸ばして5、6、7、8、9、出そう。10。次は斜めに伸ばしていきましょう。いきますよ。はい、せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、伸ばして6、7、8、9、10。はい、次反対いきますよ。はい、せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では次で最後です。ではいきます。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、これで最後です。頑張って。6、7、8、9、はい、どうぞ。10、 OK です。ではいきます。せーの、スタート。はい、ではまずはバンザイをして、しっかりとお腹の前をですね、伸ばせるようにしていきます。そしてこの腕をですね、しっかりとバンザイをして、指先を天井の方に伸ばすように、しっかりと伸ばして息を
ふーと吐いてお腹をへこませるようにバンザイをしていきましょう。腕は勢いに任せて振っていただくだけで結構です。しっかりとお腹を伸ばしていくのを目的として行っていきましょう。しっかりと息を吐いて戻して、息を吐いて戻す、これをしっかりと行っていきましょう。はい、あともうちょっと頑張って OK。 では次に行きますね。せーの、スタート。はい、ではこのまま、ね、横に体を倒していきましょう。しっかりとね、腰を振るときにこのお腹の横がですね、伸びていないと体の動きが良くなっていきません。なのでしっかりとね、この横を伸ばす動き、この動きをしっかりと行っていきましょう。ただ伸ばしすぎてですね、痛みが感じるまで伸ばさなくても結構です。ちょっと気持ちいいか痛気持ちいいぐらいで止めておくようにしていきましょう。この時もね、息を止めないように行ってください。はい、 OK。 では次に行きますね。せーの、スタート。はい、ではこのまま後ろに体をひねっていきましょう。はい、吐いて吸って、吐いて吸って、これを繰り返して行っていきましょう。こうやってね、体をひねるような動きもですね、後で入れていきますので、できるだけね、しっかりと動かすようにしていきましょう。こうしていくとね、どんどん体の動かす範囲が増えてきて、皆さんの体の代謝がさらに上げやすくなっていきます。そうするとね、体もどんどん細くなっていきますんでね、ウエスト周りもどんどん細くなっていきますよ。はい、 OK です。では次に行きましょう。せーの、スタート。で、横に手を伸ばしてですね、このまま腰を軽く振っていきましょう。手を横に伸ばして腰を横に振ってください。こうすることによって、このお腹の周りがですね、どんどんどん細くなりやすくなっていきます。そしてこうすることによって、さらにこのお尻の筋肉もね、しっかりと動いていきますので、この骨盤のね、傾きも修正することができます。しっかりとね、このお腹周りをしっかりと保ったまま腰を横に振っていきましょう。上半身ができるだけぶれないように動かしてくださいね。はい、 OK。 では次に行きますね。せーの、スタート。はい、ではバンザイをした状態で腰を横に振っていきましょう。こうすることによって、腕周り、二の腕、そして背中、そしてお腹周りもしっかりと効いていきます。こんな感じでどんどん横に腰を振っていきましょう。で、腕をですね、伸ばしていくことによって、しっかりとね、お腹周りを伸びていきますので、お腹のウエスト周りもどんどん細くなりやすくなっていきます。そしてこの時にしっかりとね、息をふーっと吐いて、吸って、吐いてを繰り返していくと、さらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。はい、OK です。それでは、次に行きますね。せーの、スタート。はい、では次は腕をぐるぐるぐるっと回しながら腰を振っていきましょう。ぐる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 っと振りながら腰を振ってくださいね。こうすることで二の腕周り、そしてお腹周りもどんどん細くなりやすくなっていきます。で、この腕をね、こうやって動かしていくと、腕周りが本当にね、細くなっていきますんでね。そしてこのね、関節の動きも良くなっていきますんでね、しっかりとこうね、ぐるぐるっと回していきましょう。腰を振るのを忘れないで、全身を動かしていきましょう。はい、しっかりと腰を振って、はい、 OK です。では次に行きますよ。せーの、スタート。はい、では次はかかとをですね、上げながら交互に横に腰を振っていきましょう。横、後ろから見るとね、こんな感じ、こんな感じで足を上げた方向に体を寄せていく。そうすることで、このウエスト周りがどんどん細くなっていきます。かかとをですね、しっかりと上げていきましょう。上げて上げて、かかと上げて、上げた方に体を寄せていきましょう。お腹をギュッと縮めて伸ばす、これを繰り返していきます。あともうちょっとですが、頑張って、はい、 OK です。では次に行きますね。せーの、スタート。はい、先ほどのやったやつのね、ちょっと大きな動きでしっかりとね、体を縮めて伸ばす、これをやっていきましょう。先ほどね、だいぶ動きがゆっくりですけども、しっかりとね、筋肉を意識して動かすことによって、さらにお腹周りも細くなりやすくなっていきます。そしてこれで足もね、動かしておりますので、足のむくみ改善にもつながっていきます。むくみがなくなっていくと、体もより細く、そして痩せやすくなっていきます。しっかりと、ね、筋肉を意識して動かしていきましょう。
はい、よどもちょっと頑張って。はい、OK です。では次に行きましょう。せーの、スタート。で、横に手を伸ばしてですね、このまま腰を軽く振っていきましょう。手を横に伸ばして腰を横に振ってください。こうすることによってこのお腹の周りがですね、どんどんどん細くなりやすくなっていきます。そしてこうすることによってさらにこのお尻の筋肉もね、しっかりと動いていきますので、この骨盤のね、傾きも修正することができます。しっかりとね、このお腹周りをしっかりと保ったまま腰を横に振っていきましょう。上半身ができるだけぶれないように動かしてくださいね。はい、 OK。 ではいきます。せーの、スタート。では最後は万歳をしてお腹を伸ばして終わっていきましょう。そしてこの腕をですね、しっかりと万歳をして指先を天井の方に伸ばすようにしっかりと伸ばして、息をふーっと吐いてお腹をへこませるように万歳をしていきましょう。腕は勢いに任せて振っていただくだけで結構です。しっかりとお腹を伸ばしていくのを目的として行っていきましょう。しっかりと息を吐いて戻して、息を吐いて戻す、これをしっかりと行っていきましょう。はい、あともうちょっと頑張って。 OK。 皆さん、では早速いきましょう。せーの、スタート。はい、ではまずは軽めに体をね、動かしていきましょう。いきなりね、激しく動かしてしまうとですね、体がしんどいので、まずはね、初めに体を動かしてどこまで動かせるかどうか確認する意味でも、まずはね、軽くウォーキングをしていきましょう。で、この時ね、呼吸がしっかりとできるように鼻から吸って口から吐くっていう動きも行っておきましょう。はい、しっかりと鼻から吸って口から吐く、そして体の動きを確認しておきましょう。はい、 OK です。では次に行きましょう。せーの、スタート。はい、では次はこのままね、足踏みをしながらこうやってね、腕を引いていきましょう。で、この腕を引くときにこの肩甲骨をですね、後ろに寄せていくと、さらにこの体のね、全身の脂肪が燃えやすくなっていきます。そうすることで、振り、食後の血糖値が上がりにくくなっていきます。しっかりと動かして、体の脂肪をね、燃やしていきましょう。足の動きはちょっとずつで大丈夫です。はい、頑張っていきましょう。はい、OK です。では、次に行きますよ。せーの、スタート。はい、じゃあ次はこの肘をですね、後ろに引いていきましょう。そして足踏みを続けながら、こうやってね、肘をしっかりと後ろに引いてあげて、この肩甲骨をどんどん動かしていきましょう。しっかりと肩甲骨を外に、内側にね、引くことによって、このね、背中周りにある褐色脂肪細胞という細胞が働いて、どんどんかね、体の脂肪を燃やしてくれます。食後でしたらね、こんぐらいだったら楽にできるかなと思いますんでね、軽めにやっていきましょう。はい、 OK です。では次いきますよ。せーの、スタート。はい、では次はこのまま万歳とひねりを組み合わせてやっていきましょう。はい、そのまま動かして、しっかりとひねりながらお腹を伸ばしていきましょう。で、この時にですね、注意していただきたいのが、腰をあまり反らないことですね。腰を反ってしまうと腰周りを痛めてしまう可能性が高くなってしまいますので、必ずですね、腰は反らないように体をひねりながら万歳をして、このお腹周りを伸ばしていきましょう。はい、このまま続けてやっていきましょう。はい、 OK。 では次に行きますよ。せーの、スタート。はい、では次はこのままね、こうやって腕と足を伸ばしていきましょう。しっかりとね、こうやって伸ばすことによって、この脇腹ってですね、ここが伸びていきますので、しっかりとね、動かしてやっていきましょう。で、こうやってリズムよくね、乗りながらやっていただければ、体もね、どんどん燃えやすくなっていきますんでね、しっかりと指先と足を伸ばしてあげて、この脇腹あたりを伸ばしていきましょう。はい、頑張って頑張って。はい、OK。では、次いきますよ。せーの、スタート。
はい、では次はね、こんな感じでね、足と肘を近づけて動かしていきましょう。横から見るとね、こんな感じで肘とね、膝をね、こうやって簡単に近づけるような感じで体を動かしていきましょう。この時にね、骨盤が横で丸まって、変に丸まって反ったりとかね、しないように気をつけていきましょう。はい、足と肘を近づけていきましょう。で、ここで呼吸は止めないように、しっかりと続けてやっていきましょう。ありがとう、もうちょっと頑張って。はい、OK。では、次に行きますよ。せーの、スタート。はい。ではね、こうやってステップを踏みながら、頭の上で拍手をしていきましょう。はい、それではリズムよくですね、行っていただければ、どんどん楽しく体が動いていきますよ。はい、続けてやっていきましょう。肘がね、できるだけ曲がらないように、しっかりと伸ばした状態で行うと、どんどん腰骨が燃えやすくなっていきます。どんどん動かしていきましょう。OK! では、次に行きますね。せーの、スタート。はい、で足を開いてもらって、このままね、お腹をひねっていきましょう。で、膝が痛い方はですね、ここまで曲げなくても大丈夫ですね。もうちょっと浅くても大丈夫です。で、いける方はちょっとね、こうやって腰を落として、お腹を動くように、こうやってね、細かく動かしていきましょう。こうやっていくとね、どんどんお腹周りが燃えていきますよ。そして、太ももの筋肉も使いますので、足とお腹周りの筋肉をどんどん使っていきます。そして、お腹の調子もね、どんどん良くなっていきますね。便秘解消にもつながっていきます。はい、OK! では、次に行きますよ。せーの、スタート。はい、ではここまで肘を引きながら、膝を曲げていきましょう。これでね、膝を曲げて、かかとをお尻に近づけるように上げていきましょう。後ろから見ていくとね、こんな感じになっています。これでね、呼吸を止めずに、ここまでリズムよく行っていきましょう。ちょっと難しいなって方はですね、もうこれよりもっとゆっくりでも大丈夫です。自分の行える範囲でやっていきましょう。無理はだけはね、しないでくださいね。足を動かして動かして。はい、OK! それでは次に行きますよ。せーの、スタート。はい、では次は、この内くるぶしをそれで触っていきましょう。で、あとできればこの手をですね、伸ばしながら全体をね、動かすように、やっていただけると、さらに上半身の下半身を動かすことができます。そしてこの内くるぶしをね、触る動き、これをね、やっていただけると、この足の内側とね、このお腹の中に入っているですね、深いところにある筋肉、これがね、動いていくと肩を支える筋肉をね、つながっておりますので、それでね、姿勢を整えることもできますので、できるだけね、大きく動かしていきましょう。はい、OK!では早速行きましょう。せーの、スタート。はい、ではまずは軽めに体をね、動かしていきましょう。いきなりね、激しく動かしてしまうとですね、体がしんどいので、まずはね、初めに体を動かして、どこまで動かせるかどうか確認する意味でも、まずはね、軽くウォーキングをしていきましょう。で、この時ね、呼吸がしっかりとできるように、鼻から吸って口から吐くっていう動きも行っておきましょう。はい、しっかりと鼻から吸って口から吐く。そして体の動きを確認しておきましょう。はい、OK です。では次に行きましょう。せーの、スタート。はい、では次はこのままね、足踏みをしながら、こうやってね、腕を引いていきましょう。で、この腕を引くときに、この肩甲骨をですね、後ろに寄せていくと、さらにこの体のね、全身の脂肪が燃えやすくなっていきます。そうすることで、より食後の血糖値が上がりにくくなっていきます。しっかり動かして、体の脂肪を、ね、燃やしていきましょう。足の動きはちょっとずつで大丈夫です。はい、頑張っていきましょう。はい、OK です。では、次に行きますよ。せーの、スタート。はい、じゃあ次は、この肘をですね、後ろに引いていきましょう。そして、足踏みを続けながら、こうやってね、肘をしっかりと後ろに引いてあげて、
この肩甲骨をどんどん動かしていきましょう。しっかりと肩甲骨を外に内側にね引くことによって、このね背中周りにある褐色脂肪細胞という細胞が働いて、どんどんかね体の脂肪を燃やしてくれます。ちょっとここでしたらね、こんぐらいだったら楽にできるかなと思いますんでね、軽めにやっていきましょう。はい、 OK です。では次いきますよ。せーの、スタート。はい、では次はこのままバンザイとひねりを組み合わせてやっていきましょう。はい、そのまま動かしてしっかりとひねりながらお腹を伸ばしていきましょう。でこの時にですね、注意していただきたいのが腰をあまり反らないことですね。腰を反ってしまうと腰周りを痛めてしまう可能性が高くなってしまいますので、必ずですね腰は反らないように体をひねりながらバンザイをして、このお腹周りを伸ばしていきましょう。はい、このまま続けてやっていきましょう。はい、 OK。 では次に行きますよ。せーの、スタート。はい、では次はこのままね、こうやって腕と足を伸ばしていきましょう。しっかりとねこうやって伸ばすことによって、この脇腹ってですね、ここが伸びていきますので、しっかりとね動かしてやっていきましょう。でこうやってリズムよくね乗りながらやっていただければ、体もねどんどん燃えやすくなっていきますんでね、しっかりと指先と足を伸ばしてあげて、この脇腹あたりを伸ばしていきましょう。はい、頑張って頑張って。はい、 OK。 では次いきますよ。せーの、スタート。はい、では次はねこんな感じでね、足と肘を近づけて動かしていきましょう。横から見るとね、こんな感じで肘とね膝をねこうやって簡単に近づけるような感じで体を動かしていきましょう。この時にね骨盤が横で丸まって、変に丸まって反ったりとかねしないように気をつけていきましょう。はい、足と肘を近づけていきましょう。でここで呼吸は止めないようにしっかりとね続けてやっていきましょう。はい、頭ちょっと頑張って。はい、 OK。 では次に行きますよ。せーの、スタート。はい、まあね、さてステップを踏みながら頭の上で拍手をしていきましょう。はい、それではリズムよくですね行っていただければ、どんどん楽しく体が動いていきますよ。はい、続けてやっていきましょう。肘がねできるだけ曲がらないようにしっかりと伸ばした状態で行うと、どんどん脂肪が燃えやすくなっていきます。どんどん動かしていきましょう。 OK。 では次に行きますね。せーの、スタート。はい、で足を開いてもらって、このままねお腹をひねっていきましょう。で膝が痛い方はですね、ここまで曲げなくても大丈夫ですね。もうちょっと浅くても大丈夫です。できる方はちょっとねこうやって腰を落として、お腹を動くようにこうやってね細かく動かしていきましょう。こうやっていくとね、どんどんお腹周りが燃えていきますよ。そして太ももの筋肉も使いますので、足とお腹周りの筋肉をどんどん使っていきます。そしてお腹の調子もねどんどん良くなっていきますね。便秘解消にもつながっていきます。はい、 OK。 では次に行きますよ。せーの、スタート。はい、ではここまで肘を引きながら膝を曲げていきましょう。これでね膝を曲げて、かかとをお尻に近づけるように上げていきましょう。後ろから見ていくとねこんな感じになっています。これでね呼吸を止めずに、まあね、リズムよく行っていきましょう。ちょっと難しいなって方はですね、もうこれよりもっとゆっくりでも大丈夫です。自分の行える範囲でやっていきましょう。無理はだけはねしないでくださいね。しっかり動かして動かして。はい、 OK。 それでは次に行きますよ。せーの、スタート。はい、では次はこの内くるぶしを触っていきましょう。であとできればこの手をですね伸ばしながら全体をね動かすようにやっていただけると、さらに上半身の下半身を動かすことができます。そしてこの内くるぶしをね触る動き、これをねやっていただけると、この足の内側とねこのお腹の中に入っているですね深いところにある筋肉、これがね動いていくと肩を支える筋肉をねつながっておりますので、それでね姿勢を整えることもできますので、できるだけね大きく動かしていきましょう。はい、OK。 いきますよ。せーの、スタート。
はい、じゃあ次はですね、もう足踏みをしながら手をですね、このように広げていきましょう。できればこの斜めですね、このように伸ばしていただけるとこう、ね、腕周りもどんどん動いて、そして猫背の改善にもつながっていきます。できるだけこの時足踏みを、ね、止めないように動かしていってください。しっかりと胸を開いて猫背を改善しながら足も動かしていきましょう。はい、呼吸を止めないで、はい、 OK です。次いきますよ、せーの、スタート。はい、じゃあ次はこのように、ね、膝を曲げてかかとをですね、お尻につけるように動かしていきましょう。そしてそれと同時にこの肩甲骨を後ろに寄せて、この、ね、肩甲骨を背中の真ん中に近づけていきましょう。でかかとを近づけていきましょうね。でこれもやっていくとどんどん肩脂肪が燃えていきますので、しっかりと動かしていきましょう。ゆっくりで、ね、大丈夫ですからね、そこで焦らず動かしていきましょう。あともうちょっと頑張って、はい、 OK です。では次に行きましょう、せーの、スタート。はい、じゃあ次は手をね、万歳しながら足踏みをしていきましょう。この時腕はですね、動かさなくてその場で止めておきましょう。でもただね、足は止めないようにですね、ここに動かしていきましょう。こうやってね、止めておくだけでもですね、体全体筋肉を使って体筋肉を使いますからね。でちょっとしんどいなと思う方は腕ちょっとだけね、下ろしてもらっても結構です。横にしてもらってもいいですからね。できるだけ下ろさないように気をつけましょう。はい、 OK。 では次に行きますよ、せーの、スタート。はい、でここまで左右に足をステップをね、踏んでいきましょう。でここで手をね、また伸ばしながらですね、左右に振っていただけると、このお腹もですね、ひねりながら、この足だけじゃなくてお腹、足、手をと、ね、全体的に使うことができますので、しっかりとね、この足を左右にステップを踏んで動かしていきましょう。この時ね、お腹がね、ひねれてるかなって感じをね、意識しながらやっていただけると、さらにお腹のね、脂肪が燃えやすくなっていきます。はい、 OK です。では次に行きましょう、せーの、スタート。はい、ではこれ左右にこの手をね、伸ばしていきながら、でこの脇腹をですね、伸ばすようにこうね、足を伸ばしながら手も万歳して伸ばしていきましょう。でここで呼吸を止めないで、できるだけリズムよく行うようにやっていきましょう。どんどんね、肩脂肪が燃えていってますよ。どんどん汗がね、出てきたかと思います。ゆっくりで結構ですんでね、無理なさらない程度でやってくださいね。はい、呼吸を止めないで、はい、 OK です。では次に行きましょう、せーの、スタート。はい、では次はお腹をね、こう左右にひねっていきましょう。こうやってね、お腹を左右にひねることによって、このね、お腹の腸の働きもすることができるんですね。でこの腸の働きが良くなっていくと、どんどんね、便秘解消にもつながっていきますので、ぜひですね、お腹調子悪いなとか、下痢がきつくなとかね、ある方はぜひこのお腹をひねる動きをやってみてください。はい、あともうちょっと頑張っていきましょう。無理なされないのでやっていきましょうね。はい、 OK。 では次に行きますよ、せーの、スタート。はい、では次はお尻をね、これで振りながら肘を引いていきましょう。こうやってね、やっていくと、この肩甲骨周りも動きが良くなりつつ、あとお尻を振ることによってどんどんね、お尻のヒップアップにもつながっていきます。でこの時呼吸は止めないで、しっかりとね、動かしていきましょう。はい、あともうちょっとです。しっかりと肘を引いて肩甲骨を動かしていきましょう。はい、あともうちょっと頑張って、はい、 OK。 では次に行きましょう、せーの、スタート。はい、では次に胸を広げながら足を左右に出していきましょう。早くですね、スクワットをしながら腕を広げていくことによって、また猫背の改善と足のね、筋肉の筋肉強化にもつながっていきます。でこの時もね、しっかりと胸を広げながら、ね、この肩甲骨を一緒に寄せていきましょう。できるだけね、下もね、あんまり見ないようにですね、
しっかりと前を見ながら行っていくようにしてみてください。はい、 OK です。では次に行きましょう。せーの、スタート。はい、ではここまで肘を近づけて足もこうやって上げていきましょう。でこうやってね動かしていくと肩甲と足を、ね、同時に使うことができますので、ぜひですねやっていきましょう。今ね皆さんの体からだいぶね汗が出てきてるかなと思うんですけども、これでね汗が出てくるということはしっかりとねこの筋肉を動かせてる証拠なので、ぜひですねこうやってどんどん動かしていきましょう。まあ、無理ねしない程度で結構ですんでね、やっていきましょうね。はい、OK。